大野さんのあのパーソナルこうやられるのと、あの木澤さんもねパーソナルトレーナーとして今ジュラシックアカデミーっていうあのジムをご自身のジムを運営されていて、ご自身はあのそこでパーソナルトレーナーとしてやられて、ゴードさんはマッスルハウスジムっていうジムをあの静岡県の藤枝市でやられてて、午前中はご自身のトレーニングでジム空いてないんですけど、午後からは、パーソナルもやられてるんですけど、パーソナルの形態がかなり違うんですよね。木澤選手の方の腰筋体系は、2種類ありまして、時間が僕のパーソナルですか、はい、70分か90分です ね, ですね、はい、でそれが決まってて、あの全部メニューが終わらない方も中にはいらっしゃるんですよね。あ、そうですね、終わらなかったらあのちょっとだけアドバイスして、あと残りは自分でやってくださいっていうですね。でもあのかなりあの すごく得ることが多くてっていう形で皆さん満足されて帰られるんです。ゴード選手のパーソナルどういった形式でしょうか。自分ですか。はい、自分の場合はあのいやパーソナル受ける方が体力が持つまでもうこれ以上やめてくださいっていうまでやります。2時間でも3時間でも時間は決めてないです。だから自分のトレーニングってやっぱ時間がかかるんで、もう胸にしてもベンチだけでだいたいやる人は2時間ぐらいやるかな、延々やります。まあそういう感じでやるんで、だからさっきも言ったようにもう二度と来ないかもうこれはいじめでしょっていうぐらいまでやっちゃうから、ね、だから そういう感じなんで、だけどそれにハマっちゃう人はハマっちゃうしっていう感じですかね、うん、で、あの先ほどお話ありましたけど、これをやれば要するに必ずでかくなるって自分が自信があるから、そのやり方をパーソナルでもおすすめしてっていうところを。そうですね、だからそれを自分はやってきたからこの体があるんであって、はい、ね、自分があの見本になってるんで、はい、これをやればこうなるよっていうことですかね。